新大病院テレビ待合室、今回は COPD 慢性閉塞性肺疾患です。患者さんの日常生活についてお送りします。COPD とはどんな病気ですか？はい、COPD は慢性閉塞性肺疾患のことで、タバコの煙などを長期に吸入することによって生じた肺の炎症性の疾患です。生活習慣病の一つであると言われています。症状は徐々に生じる労作時の息切れと慢性の咳、痰が特徴です。COPD の現状について教えてください。はい、世界各国では 10% が COPD にかかっていると言われています。日本では 8.6% の方がかかっているとされています。また40歳以上の約530万人、70歳以上では約210万人が罹患していると推定されています。厚生労働省の調査ではCOPD の総患者数は22万人とされているので、未受診のまま放置されているケースが非常に多いことが予測されています。 WHO における死亡原因については、1990年には6位であるのに対し、2020年には虚血性疾患、脳血管障害に次ぐ第3位にまで上昇することが予測されています。COPD の増悪とは、呼吸困難、咳、咳痰などの症状が急激に悪化した状態です。悪化すると入院が必要なことが多く、薬物による治療が必要になります。増悪を起こすたびに呼吸不全は進行していきます。タバコをやめても完全に正常な肺には戻りませんが、病気の進行を遅らせることができます。このような現状からどのようにしていくことが望まれますか？はい、COPD の患者さんは増悪を起こしてから発見されるケースが多いのですが、本当は増悪を起こす前からの治療が大切で、早期発見や早期治療が重要となってきます。COPD はどのように診断されるんでしょうか？はい、まず喫煙歴があり、慢性的に咳痰、咳、動いた時の呼吸困難があるという患者さんは COPD を疑います。心当たりのある方は受診されることをお勧めします。検査としてはスパイロメトリーという呼吸機能検査で、1秒間に肺活量のうちどのくらいを吐き出すことができるかということを示す1秒率という値が70% 未満であれば COPD と診断されます。この数値が低いほど呼吸の障害が強いということになります。スパイロメトリーという呼吸機能検査ですが、1秒間のうち肺活量のうちどれくらいを吐き出すことができるかという検査です。マウスピースを口に当てて大きく息を吐き出し、1秒間に吐き出す量を測定します。COPD は実際にどのような状態ですか？はい、先ほど COPD の症状については、慢性の咳と咳痰、動いた時の呼吸困難であるとお話ししました。具体的には呼吸機能検査やレントゲン、採血などで評価するのですが、日常生活の障害について具体的な目安をお話しします。1期は軽度の気流閉塞、これは息がスムーズに吐き出しにくいということですが、特徴は坂道や階段で同世代より遅れる、咳や痰が気になるということがあります。2期は中等度の気流閉塞、特徴は休み階段を上ります、また家の中に引きこもりがちになります。
3期は高度の気流閉塞です。特徴は平地でも息切れがする。4期は極めて高度の気流閉塞です。特徴は家の中の生活でも息苦しく障害をきたします。息をスムーズに吐き出せない原因となる気流閉塞についてお話しします。タバコの煙を主とする有害物質を吸います。そうしますと肺に慢性の炎症が起こります。慢性の炎症によって気道病変、肺実質の破壊が起こります。気道病変は慢性の炎症により気道を狭窄する狭くしてしまいます。肺実質の破壊は肺胞の弾力性、柔らかさを失ってしまいます。これによって肺への空気の流れが悪くなります。 COPD の治療にはどのようなものがありますか？はい、 COPD の病態は進行性であり、息がスムーズに吐き出せない気流閉塞を伴います。そのため患者さんは病気の進行を遅らせ、増悪を予防するための自己管理が必要となります。まず第一に、禁煙が COPD の発症と進行を遅らせる最も効果的な治療となります。また薬物療法として抗コリン薬や β2 刺激薬、テオフィリン薬などの気管支拡張剤を使います。他にステロイド、抗菌薬の投与を行います。 COPD の進行予防には包括的呼吸リハビリテーションといって、総合的に日常生活の管理を行っていく必要があります。包括的呼吸リハビリテーションとはどのような内容ですか？はい、呼吸器の病気を持つ患者さんの日常生活を心身にわたり良好な状態に保つために考えられた医療です。具体的にはまず患者さんの精神的なサポートを行った上で、薬物療法だけでなく栄養療法、酸素療法、リハビリの介入も行い、患者さんの望む社会活動、日常生活が行えるように支援していくという考え方です。具体的なお話をします。精神状態や家族介護力、経済状況、災害時の対応などを含めた精神的サポートを行います。また患者様に知っていただきたい内容としましては、禁煙や日常生活の工夫、増悪時の対処についてお話します。薬物療法については、先ほどもお話しました通り、気管支拡張薬などを含めた薬剤の種類や副作用のご案内、増悪時の対応になりますけども、アクションプランについてお話します。栄養療法につきましては、療養に必要な栄養管理や食事の時の工夫についてお話します。酸素療法につきましては、安静時や労作時、就寝時の流量の調節、機器やボンベの管理についてお話します。またリハビリについては、運動療法、作業療法、言語療法などがあります。これらを組み合わせて息切れをコントロールした日常生活動作を行います。以上のことより、患者さんが趣味や外出、旅行などの社交活動が上手に行えるようにリハビリテーションを行います。包括的呼吸リハビリテーションをサポートするスタッフとしては、医師、看護師のほか薬剤師、栄養士など多職種があります。これらのスタッフが共同して患者さんに必要なリハビリをコーディネートしていきます。 COPD 患者さんの日常生活で大切なことを教えてください。はい、 COPD は重症化するほど日常生活への支障が大きくなります。病気をコントロールするために、日常生活の中にさまざまな自己管理を取り入れることが大切になります。患者さんに知っていただきたいことについてお話します。まず禁煙をしていただくことです。これは COPD の進行を遅らせるだけでなく、各種のがんや動脈硬化、極
虚血性疾患などの予防にもつながります。次に日常生活の過ごし方についてお話しします。息苦しさがあるということで呼吸法を意識した生活動作について学んでいただきます。栄養については呼吸が苦しいということで少しずつしっかり食べていただくことが必要になります。必要な栄養についてはタンパク質や脂肪を中心に摂っていただくことになります。感染予防についてはうがい手洗いをしっかり行っていただきます。またインフルエンザや肺炎球菌などのワクチン接種もお勧めしています。3つ目としましては増悪時の対処方法です。38度以上の発熱、いつもより息切れが強い、体重増加やむくみがある、痰の色が黄色い、赤いなどの症状があるときにはかかりつけ医に受診していただきます。また具合が悪いときのアクションプランについてもお話ししていきます。 COPD という病気は正常に回復することのない病気です。患者さんは呼吸機能の低下と向き合いながらその人らしく毎日を送れるよう自己管理をしていく必要があります。新大病院では医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士など患者さんの自己管理を多職種でサポートしています。お困りのことがありましたらぜひご相談ください。当院看護部ではがん看護専門看護師1名と感染管理、糖尿病看護、手術看護、救急看護など13の領域で21名の認定看護師が活躍しています。院内を横断的に活動し高い専門知識・技術を提供しております。また患者会を開いたり地域で患者さんに向けた講演会を開くなど幅広く活動しています。